モニターってね、めちゃくちゃいいんですよ。こんにちは、カオルンです。本日はですね、イヤホンとかスピーカーのね、レビューではないんです。僕が音楽編集とか、あとはね、この YouTube の動画編集、はたまたね、仕事のテレワークでね、使っておりますね。すっごいね、皆さんにおすすめしたいモニター、こちらがね、あるのでレビューをしていきたいと思います。今回はこちらです。ドン!デルさんの S272299C でございます。イエイ。モニターってね、めちゃくちゃいいんですよ。特にですね、普段ちっちゃめのノート PC を使ってる方ですね。こういう方はですね、もちろん外出先ではね、ノート PC でこうね、サクサク仕事をしてもらって、自宅にいる間はですね、こう大きな画面で作業効率を上げていく、本当にね、おすすめなんです。まずね、モニターって一体どういうところがね、メリットあるのっていう方、まずはね、そのモニターの魅力をね、紹介していきたいと思います。まず一つ目、画面がね、とっても大きいサイズなので目が悪くなりにくい。二つ目、スタンドの高さを調整することがね、できますので、自分のね、目とか頭をね、こうモニターの画面に対してまっすぐね、置くことができます。そうすることによってね、姿勢もまっすぐね、正しくなって、肩とかね、あとは腕とか痛くなりにくいです。3つ目、キーボードの位置をね、自分の好きなところに調節することができます。モニターがあればね、画面自体はね、もう遠くに置いてあります。ノート PC のね、画面は見なくていいので、キーボードだけをね、こう自分のね、位置に調節できるので、これもまた肩とかね、腕が痛くなりにくくなります。4つ目、画面のサイズが大きいので、一つの画面にね、たくさんね、ウィンドウを置くことができます。モニターがあるとですね、一気に複数のね、ページをね、置くことができますので、作業効率がね、ぐっとね、高くなります。そしたら続いてね、モニターの魅力っていうのがね、分かったと思いますので、今回のデルさんのモニター一体ね、どんなところがいいのか、基本スペックを見ていきたいと思います。どうぞ。はい、そしたらですね、基本スペックやっていきたいと思います。今回のデルさんの S272299C のまずは値段ですね、 49,800円となっております。かなり高いですよね。次に画面サイズが27インチとなっております。これね、本当にね、ちょうどいいね、サイズなんですよね。24インチとか30インチってなると、ちっちゃかったりね、大きかったりってね、感じるんです。本当に27インチっていうのがね、ちょうどいいんです。続いて解像度が 4K ですね。今話題の 4K となってます。そしてスピーカーもね、ついてますので、モニターからね、音を流すことができます。そしてスタンドの高さ調節もできます。あとはですね、画面をね、縦横ね、回転することができますので、縦にすればですね、パソコンで SNS の X とか Instagram とか、はたまたね、 LINE とか見ることができます。させるケーブルはですね、 Type C が1つ、 Type A が1つ、 HDMI が2つ、そしてね、イヤホンとか挿すことができるジャック、これがね、1つついております。魅力的なのはですね、Type C 1本でですね、充電と、そしてね、画面の転送がね、できます。なのでデルさんからね、こうね、電源をね、 Mac に供給してですね、今度ね、 Mac からですね、そのケーブルをね、逆に伝ってって、画面をね、モニターに転送するといった形のね、とってもね、1本でね、効率化できるっていうところがね、魅力的です。最後にブルーライトカット機能もね、ついておりますので、よりね、目が悪くなりにくいっていうところもね、魅力的ですよね。続いてね、デザイン、外観ですね、一緒に見ていきましょう。まずはね、画面のね、大きさ見てもらいましょう。今ね、iPhone をね、置いてね、見てもらっているんですけれども、どうですかね。これで見る限りね、しっかりとね、十分な大きさがね、確保されていることがね、わかると思います。僕もですね、使っているデスクがね、L 字型のね、ちょっと大きめのね、デスクなんですけれども、大体ね、モニター使う方ってね、こうね、大きめのね、デスクあると思うんです。そういう方にね、ちょっとね、こう、奥ら辺でね、置いた時にですね、本当に椅子からね、見てね、ちょうどいい具合のね、大きさになっている、これがね、27インチなんです。ただね、ちょっとね、やりにくいところもね、ありまして、こうね、デザインがね、洗練されててね、スッキリしている。これはね、もうね、バッチリね、いいんですけれども、その分ね、端子がですね、隠れちゃってるんですね。
こうね、モニターの画面のね、下の方にね、ついているっていうのがね、わかると思うんです。なので、ちょっとね、やりにくいんですけれども、スマホのね、内カメをね、使ってもらって、この内カメでね、この端子のね、部分を映してもらえるとね、どこにあるかね、わかりますので、そうね、スマホを持ちながら片手で刺すっていう感じでね、やってもらえればね、いいかなと思います。あとはね、同じケーブルをね、2つね、用意しておくとかですかね。ただこれはね良かったですね。電源ボタンねやっぱり見にくいんですけれども、電源が入っている時はですね、こうライトがねついていて、こう消す時にね指をね当てるとちょうどね反射してくれて見やすいんです。これがねグッドポイントでした。スピーカーのね音に関してはねごくごく普通っていう感じですかね。良くもなく悪くもなく、とりあえずねあるっていう感じだと思います。でもねこうスピーカーがあるだけでね、モニターからね音が出ているっていうのはですね、とても一体感があると僕は思っています。じゃあですね、同じデルさんのモニターでね違うモデル、これのね2つあるんですけれども、比較をねしていきたいと思います。まず一つ目、 S27239X っていうねモデルがあります。これね今回紹介したモデルよりもね一ランク上なんですけれども、値段が 71,800 円。もちろん 4K Type-C もね対応していますけれども、あとはね IPX ブラックって言ってね、黒をねより強調しているねこう機能がついているっていうところで、逆にねスピーカーはねありません。僕個人的にはね IPX ブラックってね本当にね画質良くなると思うんですけれども、もうねガチのガチでね追求して仕事をねしている方以外はですね、もうねほとんど変わりないと思うんです。逆にねスピーカーがねあった方がねいいと思うので、そうなると今回紹介した S27229C の方がねいいかなと思います。逆にコスパよくね求めるなら、デルさんはですね S2721HS というねモデルがあります。こちら 29,800 円とねめちゃめちゃお手頃で、ただね画質がフル HD、 あとはねタイプ C とかね IPX ブラックとかね、あとはね音がねなかったりとかねあります。 Windows のねパソコンを使ってテレワークをねするぐらいっていうね方はですね、画質がねほとんど落ちないのでいいかなと思います。逆にね Mac を使ってる方はね、このねモニターにしてしまうとね画質落ちてしまうので、ちょっとねおすすめはしないですね。これからね 4K もね流行ってきますし、やっぱりねお手頃ある程度ねこうコスパよくね長く使えるっていうのが今回のね紹介した S27229C かなと思います。ただここでね一個ねいい情報がありまして、 Amazon でね定期的にねビッグセールやってますよね。ブラックフライデーとかありますけれども、そういう時にですねこのねデルさんのモニターねすっごいね値下げしてるんですよ。今回紹介したねモニターなんかはですね、なんならね 49,800 円がね3万後半ぐらいですかねなって、保証とか入れてもね4万ぐらいになるので、そういう時にね狙ってみるのがおすすめかなと思います。はい、そしたらですね、今回はデルさんのモニター S27229C をね、紹介していきました。どうですかね、モニターの魅力伝わりましたかね。今はですね、やっぱり一人一台ね、パソコンを使う時代かと思います。ぜひですね、モニターを活用して人生に彩りを加えてみてください。今回ね、デルさんのモニター S27229C 含めね、3台ね紹介していきました。もっとね詳しい情報ね下の概要欄から見れるようになっていますので、ぜひねチェックしてみてください。そしたら今回もカオルンチャンネルご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してね、コツコツ頑張っております。これからも応援お願いします。それではまた次のカオルンの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。